こんにちは、こんばんは、ズミです。今日はですね、 P90 のマガジンの話です。で、まずは、P90 サバ、ウィズ池サバ来ていただいた方ありがとうございました。なんとですね、98名、まあ、100名近いね、方々に来ていただきました。本当にありがとうございます。で、P90 マガジンの話なんですけども、P90 サバのね、ポスターを 41PX さんに貼らせていただきましたと。で、まあ、当然貼らせていただいたんで、その後こうありがとうございますってこう言いに行くじゃないですか。で、言いに行ったら、なんとこんなものを見つけました。 P90 マガジン、ビッグドラゴン BD4236 BD の P90 170連マガジン、4パックで4980円ですよ。1本いくらだっちゅう話ですよね。でしかも170連、これはね、レビューしなきゃいけないと思って、今日台本なし一発勝負の、レビューの動画をね、出していければと思ってます。で、まあ、170連ということで、マグのね、B90 マガジン、これは僕としてはおすすめしてたんですけど、まあ、やっぱ1本ね2500、まあ、かなり安い方っす。2500円で、かつ170連多段じゃないですか。で、球団不良知らずなんで、まあ、かなりいい方だと思うんですけども、さらにこうコスパがいいマガジンが来たのかと、まあ、いうことで、まあ、実際にね、まあ、今回は打ちはしないんですけども、まあ、マガジンの中身とか含めて、レビューしていければと思ってます。で、まずこの見えるかな、ビッグドラゴンって何ぞやって話なんですけど、これちょっと僕も初めて調べたんですけど、多分なんですけど P90 のチャンバー、ブルーのメタルチャンバー、あれのとこと同じメーカーっす。それでは早速ですね、中身開封していこうと思います。なんていうんですかね、こう事前準備、台本とかも全くなしでやってるんで、多分ファーストインプレッションを全部動画にできるのかなと思ってます。どうかな、まあ、マグにね、マグの期間がかなり長いので、そのマグ越えしてほしいなと思いつつ、いや、どうかな、無理じゃないかなと。まあまあいいやとか言ってると、開きました。おお、ビッグドラゴンです。質感はどうだろう、質感はね、質感はやや多分色はそんな変わんないっす。あ、でも見えないね、中の。そうでもないな、光の加減かな、若干。これ今左がマグです。で、右がビッグドラゴンなんですけど、若干ね、マグの方が薄いです。ビッグドラゴンの方がこう、なんだ、キングアームズっぽい、ザラザラしている。こっちも刻印入ってますね。いや、難しいぞこれ、見分けろっていうのはかなり難しいですね。はい、すごく難しいです。球団方式は、まあ、ここからになります。で、スプリングで170発入る仕組みになってます。で、前回ね、 P90 のマガジン動画でお話ししたんですけども、マグのマガジンはバネが硬すぎますと。だから、バネをこう切るカスタムをおすすめですっていう話をさせてもらったんですけども、まあ、今回のね、ビッグドラゴンの方どうでしょうかってことで、今から弾を入れてみたいと思います。弾入れるときはですね、まあ、一応まあ弾入れるだけなんで平気なんですけど、まあ、こんな感じのシューティンググラス、おすすめです。で、今回は、友達から借りたはずが、なぜかそのまま、まあ、バッグの中に入っていた、この弾は僕のだよ、あれだ、ローダーを使って入れます。うん、それでは弾を入れていきたいと思います。40発。おお。
ばいぞ。ちょっと動画とか一旦無視して普通に素で玉を入れてみますね。この方法で玉入れてる人って少なくないですか。僕はこっち側の方が好きなんですけどね。この方法で玉入れてると「あいつ何やってんだ」っていう風な顔で見られることが多いんですよ。これは玉が全部入ってない。ここのドラムのところまで来るんですよ、玉が。でも今ここまでしか来てない。なんでもう多分30発ぐらい入ると思うんですけど、はい、玉の方を全部入れてみようと思ったんですけども、まあ通常のね方法だとかなり玉が入りづらいことが分かりました。で、まあ、他のね3本のマガジンも試してみたんですけども、そうだな、新品のマグのマガジンよりかは多分入れやすいです、入れやすいんですけども、多分通常のこういう東京マリのローダーとかで入れようとすると結構シビアな感じがしました。これもしかすると僕の買ったロートだけなのかもしれないんですけども、まあなんだろう、こういったのなんですけど、おそらくマグと似たような構造なので、まあ、そこそこねバネも強いのかなと思ってます。マグのマガジンが10センチ切ると多すぎなんですよ、こっちのねバネを。で、8センチでちょうど良かったんで、じゃあちょっと試しにマグじゃなくて、ビッグドラゴンの方は3センチでいきましょうか。じゃあ今から3センチ切ります。それではビッグドラゴンの P90 マガジンを分解していきます。で、おそらく分解方法は、マグのやつと同じです。ぶっつけ本番でやってみます。で、一旦ここをのネジを取ります。よっあれ、ちなみになんですけど、今一眼から撮って動画を編集して、動画アップしてるんですけども、なんとですね、登録者数1000人いくとこれを気軽に携帯でできるんですよ。で、P90 サバのね様子とかをライブで流したいので、よろしければ皆さんチャンネル登録をお願いしますと。はいはい、出てきました。P90 マガジンの今蓋を取りました。で、蓋取ったとこがこんな感じですと。で、ねこいつがなんだっけ、開放のバネなんですよ。これをこうグッてやると、ここなんですか、こうスッてなって、タナプシャーって出てきますと。で、一旦こいつを取ってあげます。まあ何でもいいんですけど、よっ。で、取ってあげると、そのまま抜けますと。お尻を外します。お尻。お尻は、真ん中のボタンを押して横にスライドすれば取れます。で、頭外してお尻外すとこうできます。で、バネはこれか、ここから数センチ足して、切ってまた収めますと。おおおお、すっげえテンションすごい。で、マグほどひどくなかったので、まあ、3センチぐらい切ります。で、なぜか、この前の撮影からさすがにまずいだろうと思ってニッパー買ったんですけど、ニッパーどっかに行ったんで、またハサミでやります。魔法のハサミ、多分ね、ちゃんとカスタムしてる人がね、この動画見たらね、切れると思うんですよね。大変申し訳ない。そしてハサミで切れないぞ。はい、何度かなりました。グランドクロス
何度かなりました。2センチ3センチぐらいかな、かなり目測で切りました。止まれ。ここら辺の処理もあるんですけど、こいつをね元に戻していきます。元に戻していくときは、シャクトリムシのように押してあげればいいっす。いいよ。ほっ、ドライバーのところで引っ掛けて押す、で押す、お押す、おお、はいはい、できました。上手にできました。ハマった、ハマりました。ということで、こうしてあげると、若干ねバネを切ってテンションを弱めた状態で、170発スムーズに入りますと、っていう風な感じにカスタムが、できましたと。で、逆の手順でこいつを戻していきます。ここも、一回差し込んだら見えづら、まあ、ここも、先にこのプラの、部品を入れて、ネジ入れといて、ネジだけこうスポッてこうはめてあげるとしやすいです。で、蓋はめてきます。で、先ほどのネジ止めの時も言いましたけど、まあね、おかげさまでチャンネル登録者数が750人近くなりまして、1000人までもう一歩となってます。もうほんとね、特定の銃しか愛せない病を持ってますが、残りね250人で、もうちょっとね面白いこともできると思いますんで、チャンネル登録お願いいたしますと。止まりました。それではスと、それでは先ほどとね同じ方法で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、40発入りました。まあ、かなりねさっきに比べて入れやすいっす。80発、28回か、4かけると120発ぐらいかな。マガジン真ん中までしか入ってないですね。はい、ちょっと弾入れてみたんですけども、3センチ確かに変化はあったんですけども、弾全部入りきるかっていうと微妙な感じでした。そうだな、もう少し先まで行くんですよ、弾が。まあ、ここら辺までしか来てないですけど、5センチ、バネ切ってあげればちょうどいいかなと思います。まあ、多分ね、弾詰まりは平気かな、大丈夫だと思います。まあ、また明日サバゲーなんで、使ってみようかなと思います。ちょっと外観中心、外観と使用感、まあ、使用感といっても弾込めなんですけど、中心だったんですけど、今日は何の話かというと、P90 の新しいマガジン、市場に出てきましたという話です。販売元は今のところ 41PX さんです。4キュッパです。4本でですよ。ってことは1本1200円ちょいなんですよね。これすごく使えたら良くないですか。で、170円、かつ形状はほぼマグと同じです。で、注意なんですけども、多分ね、まあ、なんだろう、僕は性善説で考えたいんですけど、まあ、この世の中、よからぬ人もいると思うんですけど、マグと偽って、売りに出す人がいると思うんですよ。で、そんなやからのためにマグとビッグドラゴンの区別の仕方探してみたんですけど、ないわ。あのね、ほぼない。見つけられませんでした。何の成果も出せられませんでした。これもう一本ビッグドラゴンのやつ出してきたんですけど、シーセルがマグに比べてすごく見えづらいんですよ。その微妙な差しかないです。
で、かつどちらも、バネが硬いし、170円ですし、なんでね、ちょっとマグのやつに関しては今後買うときは注意ください。まあ別にだからといってどうってわけじゃないんですけど、まあまあ一応、はい、でね、もしね、区別の仕方わかる人がいたら、教えてください。多分ないと思うんですけど、もしもね見つけたら教えてくれると嬉しいです、全力で拡散します。はい、今日はねそんな、P90 マガジン動画でした。皆様のサバゲーライフの、参考になれば何よりです。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。